ートはニアサイドへ、バルパが入って優勝です。左足、左足から左が反応します。そして右サイド通るとチャンスだ。オフサイドはない。吉尾が行く、ゴール前ニアに長谷川、ニアジャスール、吉尾、そして岡田のシュート、町田いけ、決めました、追加点。吉尾ワンタッチで柔らかいボール、シュートだ。ディフェンスあって、左サイドからニアサイドへ、セカンドボール止めて吉尾が打つ。ドリブル、長谷川、流れの吉岡井中、さあ逆サイド、太田、いやそのままカバーする、吉岡運ぶ、中に長谷川、リアダスールだ、長谷川、リアダスール、さあ斜めに動く、平戸が空いた、平戸はスルーパス、空いた、いいボールになった、折り返していったわ、受けるのは吉岡、奥山、吉尾、左シュート、ゴールドのチャンスです。でもそのままオーバーラップしていきます。吉尾、カットイン、左利き、シュート、あー、なんか入った。ワンタッチ、ちょっと背、落としたところ、シュートにいった。これをよく収めて平戸が前に出します。これオフサイドありません。中に2人、チョンテセー、吉尾が狙っている、ドゥドゥも行く、ドゥ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 こぼれる、吉尾、吉尾、平戸、中に送る、中島落として左足のシュート、吉尾、吉尾だ、分かると思うよ。さあどうだ、後ろないな、ふわっとしたボール、おお、なんだ、長谷川、吉尾を使う、中4枚、吉尾カットイン、左足フィニッシュ、キーパー、ここは中島奪って前に追う、さあ1人抜けた、吉尾シュートだ、決まった、2点目、まあ吉尾、ペナルティエリア入った、シュートだ、うん、決まった、先制は松田、短く始める、戻して遠いサイド、あとヘッド、この球吉尾が狙ってきた、わずかにバーの上、吉尾のシュート、太田が抜け出す、太田だ、中を見てグラウンダーのボール、シュート、